近藤花よ4月13日から1961年11月3日は、昭和、七夕様作詞者、同様詩人。本名は、近藤花よ。結婚前は、伊藤花よの旧姓で作品を発表。結婚後は、ペンネーム近藤花子を使っていた。平成20年頃までは、近藤花よという漢字名が使用されていたが、その後は、本名の、 今度は花よが一般的になっている。実刑の伊藤聖沙羅はらぎ派の家人であり、単価結社、備知師派を創立している。1899年山梨県北駒群穴山村に父、伊藤友茂、母、八代の次女として生まれる。1919年山梨県市販学校を卒業。母校の穴山人城小学校に勤務。大正後期から 昭和初期にかけては、童謡運動の前世紀であった。数多くの児童雑誌が出版される中、花代の文学への強い思いは、状況を決意するに至る。出版社に勤めながら、野口宇城と千葉正造に指示し、金の星、童話などに、童謡し、童話を発表した。1924年5月、宮崎県の岡出身の声楽家、権藤蓮律と結婚。 野口祐城の売償による結婚式は兄の住む甲府で行われた。結婚後、一年余り夫の勤務地である大阪で暮らしたが、大正十四年の暮れには再び上京して、武蔵野村吉祥寺に住むことになる。野口祐城は、大正十三年より吉祐寺に居住し、また、近藤園立と東京音楽学校時代からの親友であった藤清水も、大正十五年には、 吉祥寺に転居して、三家族は信仰を深めていった。藤井清水の伴奏で、近藤演立が歌いの口右上が公演をする、といった形式の演奏旅行は全国に及び、落老演の三番ガラスと呼ばれていた。花代は、昭和2年から8年9月まで、武蔵野村第一人常小学校に勤めた。この間の1932年に、近藤花子同様集、 雪根子馬を上司。平成8年には復刻版が出版されている。野口友情が序文を執筆しており、日本の童謡畑中慶一著によれば、女性による最初の童謡集であった。収録の紙編の書室掲載紙は、童話文学、シャボン玉等である。花世の作品は、童謡集収録の作品も含めて、それ以外の作品も、童謡曲。 歌曲として出版されている。野口宇宙が童謡重工の中で、童謡は歌うものと語っているように、花よの詩編は歌うことを前提に書かれているため、多くの作曲家の手により、楽譜として出版されている作品が多い。作曲家、藤井清水の刊末、作曲年表によれば、藤井清水が作曲した花大作詞の童謡曲は19曲あり、 出版されていない藤井清水の自筆楽譜は日本近代音楽館が所蔵する。昭和初期の東京は社会運動も盛んであったが宗教運動の高まりもあった。夫の近藤演立は寺院の生まれで仏教成果の普及に力を注いでおり、花世は仏教同様の作詞も多く手がけている。昭和16年の教科書採用以前、文部省宗教局内。 仏教音楽協会発行、仏教成果に八曲の楽譜が残る。日本流行歌詞上巻には仏教同様の交流に尽くした人として山田工作らと共に名前が挙げられている。また、昭和10年からは甲府に住む兄の伊藤純紗らが主催する短歌雑誌、美知支派に毎月短歌を出演し、昭和30年までに読んだ短歌は選手に及ぶ。当初は、 東京支部を近藤宅に置き、家会も自宅で開いている。花台の短歌は、同様子と同じように傍聴の歌が多い。歌表においては、同人の短歌に対して助言めいたことは、一切言わず、良いところだけを上げ共感を表している。角の立つことが言えない性格であった。広く世に知られている七夕様は、昭和16年に国民学校令が制定され、 国定教科書が編纂される際、文部省が題材を指定の上、作詞を依頼した3作品中の一つである。1番の終わりに、砂子という言葉を置いたのは、2番の頭の五色のコートが重なり、子供たちが2番を自然に歌い出すことができるように、工夫したからである。金銀砂子とは星空を、金箔、銀箔の粉末を撒き散らした、日本の伝統装飾技法に例えている。 また、砂語は、砂のガであり、天の川の河原の砂とも兼ねている。五色とは、中国の恩寮五行思想から来る五色である。作曲したのは、下佐寛一で、歌の本家に掲載された。筆者は、ゴンド花よと血縁があり、文部省に提出した原始は次のようであったと、聞いている。笹の葉、サラサラの牙に、揺れる、キラキラ、お星様近隣。 砂子公式の短冊私が書いたキラキラお星様空から見てる主観を押し付けない表現が荒ららぎ系歌人らしい。冒頭のさ、音の連続が印象深い。野口宇城の詩天の川の冒頭は竹に短冊短短短短の七夕にとなっており、七夕祭りの楽しさを歌音の連続によって表している。一方、花台は 笹音の響きによって、静かさを表現したかったのである。笹の葉が触れ合う音しか聞こえない、静寂の中でこそ星空は圧倒的に美しい。凝縮された言葉は子供たちに覚えやすく、余剰を醸し出している。七夕飾りが揺れるとは、夏の夜風が吹いてきたことを表す。一番のお星様は、下から見上げている星であり、二番のお星様は空から見ている星である。 私という一人称の素地には子供たちに共感を持って歌ってもらいたいという花台の願いが込められている。最終行は俯瞰した形になっており、身近な世界から一気に宇宙へと広がりを持って終わる。歌詞の中に七夕という語は用いていないが、七夕飾りの傍らに佇む幼子が夜空を見上げ、お星様と会話をしているような美しい情景を浮かび上がらせている。 二連と四連の、キラキラ、お星様は、昭和十六年の教科書に発表された時、お星様、キラキラと入れ替えられていた。原詞は、前半をすべて四音で揃え、第二連は、清との遠いを踏んでいるが、曲として完成するとき、大星様のフレーズを盛り上がるようにしたかったのは、作曲家の発想だと考えるのが極めて自然である。下佐寛一が表した。 作曲法第三章第七節、死に作曲するときには、旋律とするに最も適した死は、気象転結の四行の死である、という趣旨が述べられている。また、できるなら、上が大きくて、下が小さい字数の方が旋律を作りやすいのですとも、述べている。歌は、作詞者と作曲者の共同著作物であるから、作曲者が原始に手を入れたとしても、全く問題はないだろう。 例えば、下佐寛一は、国語編纂委員であった井上久の詩、花火にメロディーをつけ、歌の本家に掲載しているが、比較してみると語句を整えたと思われる、過筆、削除の跡が認められる。今度、花世の遺族は、七夕様について、林流派による昭和26年の改ざんの事実があることから、林流派により、原稿のように、 お星様キラキラに改められたと勘違いをしたようである。なお、花台は全く異なる2編の七夕様を作詞している。今度は子こ同様集雪根香を馬に七夕さんと題した詩が収録されているが、この詩は教員仲間であった宝田一馬のために書いた詩であり、1931年コロンビアより SP レコードとして発売されている。 このレコードは国立国会図書館に保管されているが、わらべ歌音階による純粋なわらべ歌の七夕様である。コロンビアレコード総目録法学1932年版及び音楽教育強度化の理論と実際、宝田和馬助長は7年発行にも明記されている。今もなお愛称されている下佐寛一作曲の 七夕様が発表された年の十年前のことである。十年前の死は、十五行で綴られており最終行は、キラキラお星が光りますとなっている。歳月を経ても詩人にとっては、お星様が、キラキラ光るのではなく、キラキラ光るのが、お星様だったのである。今度ド花世の性格については、主だ信夫著、右上と新民を運動に記されているが、万事控えめで、 謙虚で飾り気のない誠実な人柄であった。さらに、私なぞ、随分親しくさせていただいていながら、七夕生の作詞者であることを知ったのは、かなり経ってからであるとも述べられている。このように花台は、自身の業績について関係者以外、自分の口から語ることはなかった。1961年死去、去年62、夫、近藤園立の生まれ故郷。 宮崎県延岡市の高昌寺に眠る。2013年、今度花なよのふるさと、山梨県にらさき市、穴山町内に9期の同様死碑が混流され、平成28年に1期増えて、計10基の死費がある。にらさき市観光協会文部省昇華、七夕様は、太平洋戦争が始まった、昭和16年、国民学校教科書、歌の本家に収録された。 国民学校令第6条には国民学校の教科書波文部省にお手帳作権を言うするものたるべしとある。すべての曲に作者の記載はない。教科書の編纂委員については文部省内に音楽関係者がいないため一時的に編纂委員が任命された。従来の編纂委員はほとんど東京音楽学校の教官に限られていたが、この時からは 教育音楽協会の指導的人物が加わっている。編纂委員の中で、芸大教官は、下佐寛一、橋本国彦で、教育音楽協会の関係者が、井上武氏、小松孝介、松島つねである。作詞関係が、小林吉夫、林流派であった。作曲関係の主任は、下佐寛一で、教師用伴奏については、下佐寛一が一、三。 4,6年を担当し、橋本国彦が2,5年を担当した。ただし、編纂委員が作った旋律は、本人が伴奏をつけたものもある。井上武氏は、国民学校令交付以前の昭和15年10月10日に、国民学校の教育内容を明らかにした、国民学校芸能家音楽正義を出版。この件については、音楽教育の研究、理論と実践の統一を目指して、 浜野正雄監修309ページ参照。戦後、暫定教科書を経て、昭和22年、文部省発行最後の教科書には、作者が公表されている。権藤花代作詞の、羽根月と数え歌は、継続掲載となって作詞者が明記された。ただし、七夕様は、海などと同様、選考に漏れて採用されなかったから作者が、公表されることはなかった。 数え歌の歌詞は、花台自身が文部省に改訂を申し出て、部分的に改訂している。政府の登録原簿は焼けたために、旧作については、作者不明と記されたものも多いが、花台の作が明らかとなったのは、終戦直後から文部省と連絡を取っていたからである。4年生の音楽掲載の、数え歌には、ことを弾く女性の写真が大きく掲載され、下宇佐み一が、 ことように編曲した数え歌変奏曲が鑑賞教材に推奨されている。昭和21年からは文部省内に音楽関係者が入賞した。学習指導要領を作成し、戦後の音楽教育の道筋を示したのである。この責任ある立場にいたのが、諸井三郎、近森一重ましの進む、下尾坂一、浜野正夫といった人たちであった。 それに対して、教育の方法は、国が定めるものではない。我々は、あらゆる統制から解放されなければならないと主張し、戦後になってから文部省に退治したのが、小松公介、井上武氏、小出公平率いる日本教育音楽協会であった。昭和24年、文部省著作と併用して、民間発行の検定教科書が発行されるようになった。林流派が、 疎開先のオブセから帰郷したのも昭和24年であった。七夕様が再び世に出たのは昭和25年である。二葉発行音楽の本音には作者の記載は地、林流派、曲不明となっている。この教科書の編著者の松島常は大馬作曲者で国民学校教科書編纂委員であったが、七夕様の作曲者については記憶がなかった。 林隆派も国民学校教科書編纂委員であった。同年6月、文部省の近森和茂が検定済みといえば、どれも立派なものだと思ってはいけません。誤りや、思わしくない点は原則として支持しない、つまり、訂正するように注意しないことになっています。と述べている。思想的に偏っている等の教科書を不合格と、するだけなのである。 林隆派が補作したのは昭和26年である。春陽堂出版新しい音楽一年は歌詞の五色の短冊の部分だけを綺麗な色紙と書き直した。林隆派は綺麗という主観を入れて補作を試みたが合音の重要性に気がつかなかったようである。この教科書の編集者は教育音楽協会理事鳥居忠五郎中野義ミラである。 当時の音楽教科書の発行は10社が参入していた。作曲家の中田義直は、自身の曲について一部の教科書会社が出所の怪しげな楽譜を転載したとした上で、教科書会社の猛省を促すと記している。また、原作を勝手に変える、教科書会社という見出しで毎日新聞に投稿したところ、多くの作詞、作曲者から賛同を得た状況を悲劇と語っている。 昭和28年、教育芸術者は、作曲者である、下兎寛一と、山田耕作工越の一年生の音楽を発行。歌詞は、国民学校発掲載の五式の短冊に戻り、作者は、歌言動罠よ、曲詞も兎か、ん一と記されている。この教科書は、昭和35年まで8年間発行されている。発行期間が長いということは、 使用実績が伴うと推測できるであろう。この時、七夕様の作詞者が変わり、問題が社会的に浮上してしまった。林流派が七夕様について語り始めたのは昭和28年以降である。昭和36年に発行された少年少女歌唱曲全集日本小歌集ポプラ社に収録されている七夕様はゴンドを花よ作詞、 下佐貫一作曲と記されている。この楽譜は平成25年著作権消滅の楽譜である。弊社の新種の章と浜野正夫は文部省教科書調査官であり、刊末の広告記載によれば、監修は下佐貫一となっている。この日本商科集は明治以来の商科の集大成として文部省教科書調査官が発行した316曲掲載の 大長である。下佐寛一は、東京芸術大学の音楽学部長を務め、浜野正夫も後に同職に就いている。にもかかわらず、日本音楽著作権協会は、近藤花代と、下佐寛一の死亡後の昭和42年、日本音楽著作権協会管理賞家作品集に、七夕様の作詞者名を、ゴン花代、林流派と連名で記載した。 この作品集の奥付けには、東京会の資料として発行すると、記載があり、編集委員は、井上武氏、勝吉夫、長谷川義夫、平井幸三郎、矢田義夫となっている。筆頭編者の井上武氏は、唯一国民学校の教科書編纂委員であった。が、自身が編んだ、日本昇華全集の中で、国民学校音楽教科書は、各学年全部新作という、 誤った認識をしている。実際は、旧国提教科書から引き継がれた曲があり、日露戦争関連の曲、冬景色、おぼろ月よ、我は、海のことを、有名な曲もある。また、井上武氏は、昭和39年、日本学校昇華選手を編んだ際、七夕様の作詞者を、林流派と記しているから、井上武氏が、 林流派説を主張したことだけは間違いない。井上武氏は林流派と同郷で海の作曲者でもあり、二人のコンビによる効果も多い。ちなみに、この日本音楽著作権協会管理消化作品集では、ホタルコイ、かくれんぼが林流派作詞と記載されているが、前景の教育芸術者発行の教科書によると、ホタルコイは石、森の武を作詞であり、 バラベ歌の、かくれんぼの作詞者は、わからないと記されている。ホタルコイの詩は、国民学校国語教科書、読み方一に掲載があり、国語の編纂委員であった、石森信夫を作詞であることは明白である。文部上昇下は長い間、国が著作権を持っていた。佐野文一郎の記述によれば、昭和40年代の初めまでは、文部省教科書管理課へ申し出れば、 無償で利用できた。日本音楽著作権協会が文部省省課の管理をするようになった際、文部省省課の著作権を管理する立場になかった者が著作権に関わる資料を作成してしまったのである。したがって、このような文部省無視の七夕様作詞者の記載に資料的根拠を求めることはできない。国定教科書に採録された文部省省課だけは、 国の責任において発表した歌である。ありがとうございます。